You are watching Ikets TV! Alright, 今日の英語を見ていきましょう。 Take your time! Repeat after me. Take your time! Take your time! One more time. 大きい声でいくよ。 Repeat after me. Take your time! Take your time! 意味は、ゆっくりでいいですよ。時間かけていいからね。急がなくていいからね。という意味になります。発音のポイントは、ここ、R があるので、あーの音、もう大げさなぐらい、やりすぎだよってならないので、思いっきり大げさにあーの音出してください。でもう一つは、take your cure かな、ここがくっついちゃいます。だから、take your time という二つの発音だと思ってください。One more time, repeat after me. Take your time! Take your time! これで、ゆっくり、どうぞ、急がないでいいよってなるんだけど、英語の先生をやっているとね、あの英語にしたいからこういう質問を受けますね。先生、ゆっくりって何て言えばいいんですかって聞いて、だけどゆっくり食べなさいっていう言い方とゆっくりでいいですよっていうのは英語だと変わってくるのね。だから英語っていうのは塊で考えなければいけないっていうふうに覚えてください。だから先生に英語で何て言うんですかって聞くときは文章にして、何を言いたいか文章を塊にして聞くのが大切。そのパーツパーツで、ゆっくりって何て言うんですかだけだと答え方がね、もうたくさん英語では変わってくるので、みんなもちょっとこの中に Take your time の中にスローリー、ゆっくりのスローリーは入ってないもんね。こういう風に表せるっていうのを覚えてください。あともう一つ、Take your time、ゆっくりでどうぞ、急がなくていいよ、今日は習いました。では Take your time の反対語を言ってみてくださいって言って、これすぐ Hurry up とか出てきた人はちょっと英語の方に近いかな。だからついでに英語をこう学んだら反対語って何て言うんだろうって考えていくとレベルアップにもつながると思います。 Alright, 今日のセンテンス、今日の英語でした。センテンスじゃないね、主語がありません。 Take your time、 ゆっくりどうぞ、急がなくていいよでした。 Thanks for watching Ikets TV!